はい、皆さんこんにちは、チェでございます。いきなりもう戦闘で始まってますけどね、ファイアクリスタルやっていきたいと思います。実はコメントでもいただいたんですけども、3階に行ってます。3階で、ちょっとやってみようかなというところで、うろちょろしてるところまでね、収録してたんですけどね、ちょっと私がね、寄り道しちゃったので寄り道しちゃったのでね、もうやめて、またそこから開始という感じにしてますね。じゃあやっていきましょう。とりあえずね、そうだ、やっぱ2人に経験値入れた方がいいんですよね。まあまあ、ウクラロスさんはね、ちょっと出遅れてるんですけど、そうなるとソニックでいいのかな。でもね、ソニックはまずいかな。ソニックはまずいから、ダブラーっていうのかな。これでいってみましょうか。オフルクさん、なんせ素早いんでね。てか、ウクラルスさんが遅すぎるんですよね。ですので、ウクラルスさんがもう全然成長って間に合わないんでね。まあ、一番早いのはロハーズさんなんかな。で、オフルクさん、ほらほら、もう、あ、今オフルクさんだね。あ、でもあれだわ。あれ？オフルクさん使ってんね。あ、オフルクさん使ったんだね。2つ、2ずつの宝石を見つけた。いや、宝石別にいらないんですけどね。これどこだっけ？あ、ちょっとごめんなさい。今これね、3の A エリアです。もしね、今もしの話してもダメなんだわ。私が今道迷ったからね。そのもしというのはね、ジオシティーズを、MSX の方のね、ジオシティーズの、ページからダウンロードしてる地図を持っていられる方その方の地図だったら、これ今、あ、思い出した、ここね、これはね、3A の10の1になります。X 座標が10の Y 座標が1になりますね。まあ、これ MSX と88はね、ちょっと違うんで、MSX はすし詰めにしてますね。綺麗に 16×16 で撮ってるんですけど、88の場合は違うんですよね。なんかそんな感じで、でもどうなんだろう。なんかね、88のマップはこの正方形に埋まってる感じがしないんですよね。まあ、88で公開されてる方いたので、ね、それを見る限りはそんな感じだったんですけどもね。MSX はね、がっつりもう、16、16のマスに収まってるんでね。でもあれでしたもんね、確かブラックオニキスもちゃんと正方形に収まってなかったような気がするんですよね。そんな気がするんですけどね。タック逃げていきましたね。2ずつの宝石みたいな、ここにトラップあるんでね、ここにトラップがあるんで行きませんけど、この左奥ね。でこれがキャストで1の、ソニックで行っとく。ノーバディね。で、これがね、パート78になりますね。あと3つ、これを含めて3つ。3つでどうなるかってとこですね。ほんとね、ここまでやったのなら出てほしいんですけどね。万が一出たらね、延長していきますんでね。なんとかしたいんですけどね。ですけど、まあ、80までよく、77まで、よく来ましたよね。ブラックオニクスもっと早かったよね。ブラックオニクスはもっと早めに終わってますんでね、もっと早めに諦めて、もっと早めに強化人間にしちゃってるんでその後サクッと終わりましたけどね。でこれも A でね、今ちょっとオクラさん2回連続でやっちゃったんですけどね。でこれまだ魔法唱えてくるんでしょう。これまた魔法当たるんでしょうね、きっとね。あれ、2人食らった。2人食らったけど、あれかな、どうなんだろう。上の3人は食らってませんもんね。下の2人はね、もともと食らってるので、どんな程度なのか分かんないんですけどね。で、あ、敵が近づいてきましたね。はい、逃げちゃった。で、ここがそこですね。そのワープポイントがあったとこなんで。さあ、これをどう行こうかな。あ、そうだ。南側ちゃんと待ってない。これ今ね、西側いるんですけどね。はい、逃げちゃったでしょ。これを、さっきの続きね。ここを来て、
ここ切って両サイド行ってないんですよね。実はこの南側行ってんですよ、すでに。両サイド行ってなかったと思いますんで。あ、こっち行ったね、多分。敵出てこないから。ね。あ、出てきた。あらら。今さっき1枚目の扉の時出てこなかったんでね。こっち行ってないのかなと思ったんですけど。ほんで、これ戻ってきて、で、こっち上がって、で、こっち入っていくんですが。あ、こっちも出てこなかったね。今扉くぐったとこね。でも、ここ出てくるでしょ。ね。ということは、こっち来てないんで。はい、リザードもね。いや、今日はね、少しお酒入ってますね、実は。ちょっとね、仕事がね、スコーンって言ったんでね、ああ、これは気持ちいいやと。気持ちいいんだけど、飲みに行くほどじゃないし、飲みに行くの私一人になっちゃうしね、というところでね。とりあえず、もう缶ビールで、収めてますけどね。ああ、でも今日は気持ちいい仕事できたな。思わず本当ね、もうこれ買っちゃうぞということでね。家では飲まないようにしてるんですけど、今日はちょっとかかっちゃってね、飲んじゃいましたけどね。でもこれでタガが外れたら本当まずいんだけどね、本当また痛風の道まっしぐらなんちゃうんですけどね。ああ、ほらね、もうナメクジが魔法唱えるんですよ、ロハースさん、ダメージ食らったね。ナメクジが魔法唱えるってすごいよね。ちょっと生意気って思っちゃうのはこれ偏見なんでしょうね、私のね。まあ、ナメクジさんからしたらね。人が魔法使うの？って生意気って思ってるかもわからないからね。どうしよう。いや、行っちゃおう、魔法でね。アクア、アクアのノーバディ。もうこれ、ロハスさん、カンストする？あ、まだカンストまで行かないね。でも待って、これ。あ、違う。ロハスさんじゃないわ、ごめんなさい。あら？ウクラルスさん、追いついてきてるね。一時は経験値が時計で15分以上、90度以上離れてたと思うんですけどね。今90度以内ぐらいに収まってますね、なんとか。仕留めきれないんですよね、これね。ほい。で、こっち行って。ここ多分、この右曲がっても出てくるんで、あ、これも行っときます、普通にアタックでね。3匹なんで。でもこれ8メガ知ってるからなんでしょうけど、4メガでやるとすごいストレスありますね。時間を0にしてもね。あ、1か。タイマーを1にしてもね、すごいストレスを感じますね。A の、これでもやりきれないでしょうね。ソニックのパターンだったら。そんな気がしますね。まあちょっと MP が少ないところで打ってるんで、あんまね、あまり効かないのかもしれないですけど、あ、効いてないね。うわ ウクラルスさん、全然ダメだね。あ、食らっちゃったね。で、逃げちゃうと。はいはいと。あららら。連チャンで出てきましたね。あー、目玉は魔法、ダメなんだね。抵抗力が強いんですよね、確かに。もうやばい、道分かんなくなった。ああ、ここ、あれか。あ、戻ってきた。どう行きましょうかね。これ入る？あ、これは一方通行かな。一方通行だったらノックしましょうか。あ、入れた。ここもしょっちゅう来てるんでね。これ今もね、前2歩進んだ時に、壁くぐって前2歩進んだ時に全然反応しなかったんですよね、今ね、これね。ただ単に鈍いだけなのか、何か判定が走ってるのか、気になるところなんですけどね。1、2、3、1、2ね。ああ、優しいね。C1 の A、2の A ね。ノーバリね。1、2、3と。
もう水曜日ですね。明日木曜日ですね。早いな。ごめんなさい。ちょっと今ね、お酒いただきました。これをやっつけきれるでしょ？ウクラロスはね。ああ、いってるいってるいってる。ああ、やっつけきれなかった。悲しいな。これはどっちだろう。あ、これだ。悪い人だ。これ悪い人だ。ね。宝石はいらないんだけどね。はい、黄金さん逃げてった。これはどう、なんだろうね。あ、今一回効かなかったんですよね、これね。効かなかったんですよね。左押してるのに全然左全く向かなかった。ノーリアクションっていうか、うわ、これなんか G すごいヒットポイントあるね。はい、2のソニックね。で、ノーバディ。で、多分ね、ロハースさん一番素早いので、A、B、C、D、1、2、3、4、5、6、7、G をやっつけましょう。7ね。で、1、2と。あ、やっぱ早いね。ロハースさん。そんな強くないんだけど、早いね。速さだけはもう本当ダントツだね。で、多分打たれるんだよね、これね。あ、いける？多分これをスカルと魔法打たれるんでね。それにしても、あの金の鳥はめちゃくちゃ強かったね。5回とか4回から出てくるのかな。あれは強かった。あ、やっつけきれた。よかった。でも何も出ない。何も出ないね。あ、これ悪い人だ。うわ、黄色の魔法使いが3人いる。あ、しまった。MP がない。どれでいこうかな。じゃあ、フレーム？いや、奇数はダメなんだね。偶数なんだね。あ、やっぱ、ダブラー？ダブラー？ダブラーって読み方がいいのかな？これはダメな気がするんですよね。ああ、ダメだった。え、何？ダブラーってそんな魔法なの？ ダブラーって敵さんを呼ぶのか。4、5、1、2、3。すごい すごいんだけど、あんまり役に立った感じ。何？やっつけきれなかったよ。ああ、戦士を呼ぶのか。私は勘違いしてましたね。ということは、全体魔法は、ソニックからでいいのかな。はい、ソニック唱えれるほど MP あるかな、これ。3、5と。ヒットポイント多いのにね、しないと。さあ、言いましたかね。これがパート77になります。あと、これを、あ、これが78ですね。ごめんなさい。78になるはずなので。あ、ちょっとわかんないね。よし、ちょっと。あら？おい、おや？ちょっと待ちくださいね。今ね、録画ファイルを確認しているところなんですけども。おや？あ、これ78ですね。78ですね。さあ、行きましょう。うわぁ、めちゃくちゃ生き残ってんじゃない。あ、逃げてったね。で、足踏みしましょうね。それにしても、本当も5月も半ばなのにね、朝、まあ、朝相変わらず寒いと言うけど、ちょっと寒いとは言いませんけど、ちょっとブルッとしますよね。あ、目ん玉だ。効かないんだ、魔法があんまりね。殴りましょう、普通にね。そういやね、全然違う話なんですけどね、私、まあ、何度か断捨離の話をしてるんですけども、実はね、
もう物理的な断捨離はほとんど終わったので、あと論理的な断捨離、データの断捨離ね。で、CD を、私持ってる CD がね、何枚あるんだろうね、もう4、50枚もっとあるかな？をね、実はリッピングしてまして、それをね、Google Play Music というクラウドに上げてまして、で、スマホで聞いたりしてるんですよね。で、じゃあ、ちゃんと今までの CD のリッピングを見直すということで、あ、そうだ、話がごめんなさい、ちょっと前後しちゃうんで、ちゃんとなぜそうなったか順を追ってしましょう。MP3 って、昔リッピングね、流行りましたけど、MP3 ってタイトルとか、タグをつけれるでしょ？メタデータというかね。それをつけれるので、それを参考にして Google Play Music が、曲名とかタイトルをね、拾ってくれるようになってるんですけども、どうもね、私のね、上げたデータがね、ろくでもない感じになってたんで、タグがね、メタデータがね、タイトルとかね、もう文字化けとかすごかったんですよね。で、この際、ちゃんとすべての CD をリッピング、電子データ化したのかということをチェックするために、全部チェックしたんですね。もう何十枚ってある CD を全部一からチェックしたんで、すごい時間かかったんですけども、2日かかったかな、なんですけども、ね、我々と同じ世代で、ね、パソコン、コンピューター結構興味持ってた方は、わかると思うんですけど、ちょうどね、Windows 98ぐらいの時かな、ちょうど MP3 がね、流行りだして、で、そのリッピングするソフト、無料でリッピングできるソフトがなかなかなくてね、今だったらね、もうメディアプレイヤーとか、Windows のね、Mac だったら iTunes、とかでね、もうスコーンってできるんですけど、昔はね、もうお金かかる、ね、有料ソフトとかじゃないとなかなかできなかったんですけども、その中でも有志の方々がね、もう適当にやっていきますよ、これね。いろいろやってくれて、私がそれで、その頃ね、無料のソフトでリッピングするときには、そういうまだメタデータを埋め込むとかいうのはなかったんだよね。で、メディアプレイヤーとかがリッピングできるようになってから、そういうタグとかね、言い出したような気がするんですけど、その時、私はもうほとんどメディアプレイヤーを使って途中からリッピングしてたんですけどもね、そうするとインターネット越しに情報を取得してくれるんですよね。これがね、洋楽はいいんですよね。私、洋楽好きなので、ポップス好きなので、ポップスはね、もう何も考えなくてもいいんですけども、あ、それでもダメなやつだったな。邦題がついてるのダメだったけどね。あと、邦楽？日本語の歌ですね。これをリッピングしたら、こう年代によってね、リッピングさ、あの、つくメタデータが、ダウンロードしてくるメタデータが違うんですよね、年代によって。私はね、多分ね、Windows 98、99、あ、Windows 99なんかないわ。98年、99年、2000年ぐらいに盛んにリッピングしたんで、多分その頃一番すごくリッピングって MP3 が流行った時期じゃないかなと思うんですけど、その頃にリッピングしてる邦楽はね、私だけだったかもしれないけど、全部全角文字になるんですよね、タイトルが。いや、いいんですよ。日本語は全角文字でいいんです。問題は、英文字なんですよね。英文字が全角文字になると、もう、まず、検索で引っかからないのかな？Google Play Music の。だから曲呼び出すのに、大変みたいな。歌詞呼び出さないといけないみたいな感じなのと、あと化けるんですよね。文字が化けたりしてるものもあったんで、もう致命的に化けてるんで。で、それをね、今、同じ CD を使って、リッピングして、ネット上の情報と同期をさせると、ちゃんと半角文字で英語が入ってくれるんですよね。邦楽でも。英語の題名のやつを綺麗に半角で入ってくれるんで、何？クラウドに上げても、Google Play Music に上げても、ちゃんと言ってくれるんですよね。ただ、ただ、ただ。私、時間を考えたんですよね。だいたい1枚の CD リッピングするのにね、5分ぐらいかかるんですけど、5分じゃ効かないかな。ほんと、それって時間かかりすぎるよねっていうのがあって、それだったら電子化してる、もうその大文字、
ああ、全角文字になってる、データを、なんでしょう。全角文字になってるデータを半角文字に変える方が早いのじゃないのかなと思い出して、ほんでね、もうだってデータはあるんだからね、というところでリッピングする、まあ、リッピングしたのもあるんですけど、あまりにひどいものはね。まあ、こんな話して、なんだって言われるかもしれないです。もう雑談です。リッピングされてた方はね、懐かしいなと思うんですよ。スーパータグエディターっていうね、フリーのアプリがあるんですけども、あれも開発終わってるらしいんですよね。言えば MP3 のタグの編集できるフリーソフトなんですけども。ただ、後を継いで開発されてる方がいたみたいで、もう私もね、それをね、何年ぶりだろう。2000年、いや、2000年とかないかな。最後使ったんで、多分2002、3年に使ってると思うんで、それでも今2019でしょ。16年ぶりぐらいに使ったんじゃないかな。画面とかインターフェースはそのまんまでしたね。いやー、懐かしかったですね。使い勝手もそのままだったんで。ほんとね、あれ一発変換ができるんでね。まあ、一時すごく有名なソフトだったんで、リッピングされてた方は多分知ってるとは思うんですけどもね。いや、私の周りもね、すごくその当時リッピングがむちゃくちゃ流行ったんでね。ほんとね、なんだろう。懐かしいことって言えば、ゴボのコーダとかね。まあ、あれはリッピングソフトじゃなかったと思うんですけど、あれはコーデコでしたっけ？なんか、あれリッピングだったかな？でも私はそんなの使ってなかったですね。ゴボのコーダじゃなくて、なんかね、日本の方が作った、誰だったっけ？作った方のペンネームがね、諸星ラムだったかな？なんか、あ、うるせえやつだとか思いながらね そんな方が作ったリッピングアプリを使ってたような記憶があるんですよね。当時懐かしかったですよね。MP3 が流行ってたんで、ちょうど MP3 のプレイヤーでね、ウィンアンプとかね、リアルプレイヤーとかがほんとすごく、もう全盛期だったんじゃないですか。ウィンアンプ、私もね、ウィンアンプすごくね、友人から勧められてすごく気に入ってて、使ってたんですけども、いつ頃だったかね、XP の後だね。2005、6、7年、8年ぐらいだったと思うんですが、もうちょっと後かな。ウィンアンプ4だっけ？なんかすごくいきなり重くなったんですよ。重いっていうか、動画まで再生できるようになっちゃって、すごく、軽かったからいいのにね、みたいなでね、ありましたよね。で、リアルプレイヤーもね、私リアルプレイヤーも、リアルプレイヤーはね、なんかね、当初から、雑誌とかでもね、スパイウェアが入ってるよ、リアルプレイヤーはっていう噂があったりしたんで、途中からもう使うのやめたんですけど、ね、まあ当時、その頃スパイウェアっていう言葉は、初めて私聞きましたよね、リアルプレイヤーで初めてスパイウェアという言葉を聞いたような気がしますね。まあ今だったら、ね、総称してマルウェアとかね、言いますけどもね。当時スパイウェアって何？個人情報を抜くの？っていうのが、なかなかね、ピンとこなかったんですけど、まあ今だったらフィッシングとかね、そういうのでピンとくるようになってますけど、当時はでもね、本当 MP3 全盛期だったね。動画なんか全然入ってない時代でしたもんね。もうやっぱり音楽。あ、ランカスレアか。嬉しいんだけど ちょっとね っていうのがありましたよね。あと、そうだね。あの頃何気にクイックプレイヤーとかもね。そうだそうだ。MP3 もあったけども。あと、そうだ、WMA とかも一時ありましたね。Windows Media Audio っていうね。あれでしたよね。そうだそうだ。メディアプレイヤーもはじめリッピングできるのは WMA だけだったんですよね。で、その後に出たメディアプレイヤーバージョン忘れましたけど、それでやっと MP3 ができるようになったんですよね。もうマイクロソフトそういうの好きだからね、もう、なんだかねっていうような感じなんですけど、ああ、でもあの頃はあれはあれで青春だったな。青春って言い方いいんだけど。本当もうずっとパソコンやってましたね、私はね。ちょうど Windows 98、2000、XP、ミレニアムエディションなんかもありましたね。とね、そうだ、いろいろありましたね。あの頃は本当に、大抵のことがただなんだっていう、
そのフリーウェアのソフトっていうのが本当流行りましたよね。もうお金かかると言ったらもう取らないみたいな感じでね。まあまあ私今ソフト作ってる側の人間なんで、当時は違ったんですけどね、それやられちゃうとっていうような感じなんですけど、まあまあ今はね、何です、広告つけたりとかでね、違った意味の感じがねあるんですけどもね、もうそのやり方がね結構変わってきてるというような感じでね、そのあのビジネスモデルが違うというかね。あ、今左読まがなかったね。さーてと、まあこういうね無駄話してるともう地図が全然覚えられなくなっちゃうんで、よいしょ、おや、ちょっとごめんなさい、地図確認します。15分ぐらいまでなんかねどうしようと思ってたんですけど、もうちょっと脱線した話したらあっちゅう間にもう25分まで来ましたね。よいしょ、あでも今回も出てこないかな、厳しそうだね。これ行くとワープになっちゃうかな。これ行くとワープですね。そうだね、これ行くとワープになっちゃうんで、こっちはワープがないんですけど敵出てくるはずですね、これね。ああ雲か。はい、もう MP はたんまりなんで、ソニックで言っときましょうか、二人ともね。最近はこの年になったらセンチメンタルすごいですね。私だけかな、こんなにセンチメンタルすごいのは。ほんとね、だってもう私が一番よくパソコンしたなと思う MSX じゃないわ。いや88はね4年5年やりましたね。その後 Windows98 は2年3年で、その後、もう XP に行ったんで、XP 長かったですね。XP は10年ぐらいというような気がしますね。ねえ。XP は本当お世話になりましたね。あ、まあ、今 Windows 10使ってるんですけどね。まあでもこれまだ2年ぐらいですね。まだ2年ぐらいですね。XP は本当にお世話になりましたね。あら？あ、これ入ったら U ターンしてたのかな。あ、これも乱数で。ランダムで方角変わるんですね、この黒いのね。まあ、そういう意味で一番 XP を使ったね。XP は一番よくパソコンをした気がしますね。あ、でも待てよ。一番多くパソゲーをしたのは間違いなく88なんですけどね。ノーバディでいいや。ノーバディでね。そうですね、なかなか今回もこれ出ないね。てか私30分も A エリア回ってんですね。じゃあ B エリア向かいましょうか。でもこれ A エリア全部行ったかな。まだ行ききってないね。ほとんど行ったとは思うんだけど、べったら食ったら喋ってたからね、ごめんなさいね。はい、ノーバディね。次回から8メガでやっちゃおっか。そうだね、次回から8メガでやっちゃいましょう。ほんとね、これなんとかしたいんですけどね。っていうのもね、ファイアクリスタルね、ちょっと意外と言ったらごめんなさい、見てる方ごめんなさいね。意外と言ったらなんですけども、このファイアクリスタルはね、その短期間のアップした後の短期間の再生数でいうとね、私の中ではかなり上位に食い込む作品なんですね。短期間の再生数だったら多分1週間の再生数で考えたらね、ブラックオニックス向いてるんですよね。もうほんとね、そうなのっていうくらい、ブラックオニックス抜いちゃってんのっていうぐらいびっくりするぐらいね、ファイアクリスタルは皆さん結構見ていただいてるんですよね、私の中では。ですからちょっと、まあちょっとというかね、もう正直こんなグダグダな動画なのにね、
皆さん見ていただいてるっていうのが、もうなんかほんと心苦しいとかね、なるべくなら宝石2つ見つけたいと。あ、宝石じゃないね。ルビとサファイアをね、2つ見つけたいなっていうところがあるんですけどもね。なかなかね、あ、これいったね。なかなかなんですよね。じゃあ、これは B エリアに行って終わりましょうかね。はいと。あ、しまった。1、2、3、1、2やっちゃった。これ D が絶対余るね。で、魔法、あ、魔法来なかったね。ラッキーだね。ですんでね、ちょっと私もびっくりするんで、できればちゃんとした形にしたいんですけどもね。なかなかね、そういうわけにもいかないみたいで。あ、ちょっと待ってください。これね。あ、これは違うね。ああ、鈍いな。鈍いな、4メガは。4メガ鈍いな。で、これをね、1のノックでポンと入っちゃうと。で、出てくるでしょ、これ。うん、出てきた。で、こっちの部屋入って、うわ。アタック。1、2、3、4、1と。そうなんですよね。ですんでね、これを本当になんとかしたいなと思うと。あ、しまったな、今の。あ、そうだ、ここ。壁見えたり見えなかったりするんだ。これね、本当に。もう、この見える壁、見えない壁を見るとね、もう、開発者のもう嫌がらせというか悪意をね、もう、ひしひしと感じますね。そんなことないよって言うかもしれないですけど、嘘つけよっていう、私絶対言っちゃうね、これね。嘘ついてるでしょ、ちょっと本当にね、思っちゃうもん、これね。ですけども、こんなプラットフォーム出すのは無理なんだろうね。今ね、もうスマホが出て、ゲーム好きでない人もスマホでゲームをやるでしょ。だから今ね、ゲームをプレイする人口っていうのはすごく増えてる気がするんですよ。私はこのね、ファミコンとか88とかやってる頃、まだまだ、まあまあファミコンはやる人はいましたけどね。それでも、女の子なんかファミコンなんかあんましなかったと思うんですけど、今もう女性でもゲームしますもんね。てか女性の方が上手かったりしますもんね。で、まあ88なんかね、まず女性の方なんかまずしないだろうと。いうようなことがあったんですけど、もうこんなマニアックなプラットフォームっていうのは、まあ、この時の PC ゲーね、88もそうですし、X1 もそうですし、FM7 ね、あと77、MSX も入れてもいいよね、こんなマニアックなプラットフォームってもうないよね、と思いますよ、私はね。もう作ろうにも作れない気がしますんでね、そう思うと、これはこれで貴重だったのかなとね。もうお酒入ってるから結構饒舌になってますね、私もね。さあ、もう30分超え、33分超えてますよね。さあ、どうしよう、これ。どうしましょうかね。とりあえず B エリアに行かないと話にならないね。まあ、行かなくてもいいっちゃいいんだけどね。ちょっとこの絵を見るとね、ほら、もう壁通り抜けてるでしょ。なんか敵出てきてるしね。はい、リザードもね。でね、こう行って、じゃあ、こっち。で、出てくるでしょ。あ、これ絶対出てくる。これ出てくるね。はい、ロデントってものだね。じゃあ、せめて B エリアに行きましょうね。あ、ここはもう来たとこだ。しょっぱな、シュートで降ってきたとこだね。シュートで降ってきたとこなので、どうしよう、もうこっちから行っちゃおうか。ね、これワープしてきました。これワープしてきてますね。ああ、で、ここに来ましたと。で、これで B エリアに行って終わりましょう。これもう分かるんですよ。あ、これ南だ。で、こっちだね。これを、反応鈍いなぁ。で、左ね。で、まっすぐで、これここから B エリアです。ちょっと戻ろっか。これ一応こう書く、出てくるんだね。出てきますね。はい、いった。はい、1の A の2の A のノーバディア、もうノーバディアの鈍いね、ほんとね。1、2、3と。次回は B エリア行きましょうか。ちょうどローディングすることになると、ローディングというかね、ローディングと同じ扱いになると思うんでね、そういう感じでやっ
ていきたいと思いますね。でもこれね、この角をね、この部屋の角をぐるぐるっとまたあと2、3回エンカウントするんですよね。どうしましょう。まあ、とにかく戦闘になる場合は敵の数がむちゃくちゃ多いんでね、少ないと逃げてくれるんですけどね。ああ、なんだかんだ言って食らっちゃったね。ああ、しかも逃げないやつだね、もう。たまったもんじゃないね、これね。あ、魔法唱えてくれなかったんだね。よかった、よかった。で、これ、もっぱつ来るよ。ほらね。あと、この4隅全部に来るんじゃないのかな。あ、よかった、ゴーまた逃げてくれるわ。で、ここももっぱつ来るでしょ。ああ、これダメだ。ああ、これは来るね。1の2の nobody ね。いや、音がないって本当。静寂というか、まあ私ベラベラ喋ってるからね、静寂ではないんでしょうけどね。あ、やっと終わった。あ、宝石ね、ありがとう。アマンスレイヤーね、さっきも、さっきランカースレイヤーか。もう誰が何持ってるか分かんないんでね、つけとかないといけないなとは思うんですけど。じゃあ、はい、これで B エリアですね。じゃあ、この辺で終わっておきましょう。ファイアクリスタル、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。